まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のレッドルゼル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サンライズフレーム好スタート、ベリエール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてサンライズフレーム行きました。先手を取ったのはサンライズフレームオメガ2です。それに続きます、緑の帽子ドンフランキー、その後ろこれに続いてキングズソード、シャマル、すぐ後ろ内からはベリエール、その外にペプチドナイル、その隣に石風、その横にシャンパンカラー、ドゥラエレーネ、そのうちに続いています。並んで5番ウィルソンテソーロ、この位置にガイアフォース、ビッグファイヤー、この馬もこのグループ、その後ろからはタガノビューティー、並んで16番レッドルゼル、後継機を通過していきます。さあ先頭はまだ2番サンライズフレームドンフランキー、ほとんど差がありません。オメガ2です。3番手さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はシャマル、外からキングズソード、前に迫るレッドルゼル、あと 200m、 先頭はシャマル、外から一気に突き抜けるか、レッドルゼル、レッドルゼル、かわす。2番手はシャマル、先頭はレッドルゼル、1着でゴール、2着にはどうやらシャマル、3着にキングズソード、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。